皆さんこんにちは、メイクアップアーティストのアリサです。この通りですね、秋風邪をこじらせてしまって喉と鼻がちょっと調子悪くて、皆様に聞きづらい声で、そしてちょっと耳障りな声で本当に申し訳ないんですが、始めていきます。今年のトレンドでもあるバーガンディとかボルドーの赤系コスメですね、すっごくハマっていて、もう毎日のように使っていたんですが、ちょっと飽きてはないんですが、秋メイクのバリエーションを増やしたいなと思って、こちらを新しく購入してきました。マキアージュのドラマティックスタイリングアイズの D グリーンの714番、素敵なカーキーになります。こんな感じでカーキを取り入れるだけで秋っぽくなるし、カーキは知的に見える印象があります。カーキのカラーはちょっと気をつけないと不健康に見えてしまうので、ちょっとだけポイントがあります。不健康に見えないようにベースメイクはツヤ肌に仕上げます。チークとリップは血色感をプラスすることがポイントになります。このポイント2つさえ押さえればとても使いやすいカラーで、デカめ効果もあるので、ぜひ使って秋メイクを楽しんでいただければと思います。それではこちらのメイクのプロセス始めていきます。スタート。それでは下地から塗っていきます。こちらポール&ジョーのパーフェクトメイクアッププライマーの1番です。2018年の秋冬はマット肌とツヤ肌がトレンド入りしています。今回はカーキのアイシャドウを使っていくので、健康的に見えるツヤ肌で作っていきます。結構カバー力がある下地になるので、何もない日はこれを塗ってフェイスパウダーを塗ってお出かけできるぐらいのカバー力になります。ツヤ肌を作るにはリキッドファンデーションがおすすめです。水割りスポンジを使ってトントンしながら伸ばしていきます。ツヤ肌でも自分のお肌を生かしたツヤ肌がトレンド入りするので、水割りスポンジを使ってナチュラルな感じに仕上げていきます。クマがあると不健康に見えるので、クマはしっかりとカバーしていきます。青グマはキャンメイクの6番のコンシーラーを使ってカバーをしていきます。続いてクリニックの白色コンシーラーを使ってツヤを出していきます。立体感とツヤがプラスできます。はい、こんな感じでツヤもプラスされました。で、ここでフェイスパウダーを重ねてしまうとせっかくのツヤがなくなってしまうんですが、フェイスパウダーを重ねないとテカりやすい人はこういった部分下地を使うのがおすすめです。まず最初にこちら濡れツヤ仕込みベースをアイホールに広げていきます。色味がイエローなんですが、そんなにお肌にのせるとイエローがつくということはないです。あまり発色はしないので、もう本当アイシャドウのノリを良くするのとアイシャドウの質感を変えるという意味で使えるものになります。結構リップクリームのようなテクスチャーで柔らかいです。次の中間色がこんな感じのお色味で、ゴールドのラメが入ったブラウンになります。単色でも使える綺麗な色味になっています。締め色のカーキーですね。こちらもゴールドのラメが入っているので、イエベに特に使いやすい色味になります。最後のラメですね。こんな感じで結構ね、大粒のラメが入っているのでかなり華やかになります。涙袋に入れてもすごく可愛くなると思います。まず最初に濡れツヤ仕込みベースですね、こちらを乗せていきます。保湿力が高いので、これから秋冬目元が乾燥する人におすすめです。中間色をアイホールに入れていきます。さっき何も塗らない状態よりもやっぱりしっかりと発色していきます。結構私これよくやるんですが、ブラウンを使った時指でこうね、境目をぼかした後にちょっとサッサッサッとノーズシャドウに伸ばしてあげると自然な立体感が出ます。アイシャドウもこちらと同じカラーを使っているのですごく馴染みがいいです。よかったらやってみてください。今期は囲みアイメイクがトレンドになるので、下も全体的にのせていきます。締め色でやるとやはり目が際立つので、あまり派手になりすぎるのが嫌な方はこういった中間色でやることをおすすめします。大人っぽさを出したい人は中間色をここに置くと横長の目元ができて大人っぽさが増します。二重幅を目安に締め色のカーキを入れます。
目尻だけ二重幅をちょっとオーバーに太めに仕上げます。ちょっと切れ長な目元にしていきます。目尻は3分の1に引きます。はい、こんな感じでカーキを使うだけで大人っぽい元に変わります。アイライナーはカーキの色と合うようにブラウンを使っていきます。目の際を埋めていきます。目頭はこう太めにして、目を開けた時にちょっとここがしっかり見えるようにしておくとキリッとした目元になります。私の場合は目が離れているので特にやりたいんですが、こういった感じで球心顔を作っておくと知的な印象になります。球心顔を作るために下のラインは目頭3分の1だけ引いていきます。もともと球心顔の人はこの工程は省いても大丈夫です。綿棒を使ってちょっとね、なじませます。この一手間で結構崩れにくくなります。ラメをちょっと黒目の上のところに置いて、こんな感じでツヤと立体感がプラスされます。最初に使ったこちらのツヤベースをもう一度重ねるとよりツヤっぽくなるそうなので重ねていきます。おお、こんな感じですね。うん、ツヤっぽくなりました。結構クリームアイシャドウみたいな感じの仕上がりです。よりフィットしてさらに発色が良くなった感じがします。ビューラーを使ってまつげを上げていきます。で、このように横に開きながらビューラーを動かすと横にこう流れてくれるので、まつげも合わせて横に流していきます。ファシオのブラウンのマスカラを使っていきます。目尻側は目尻に流していきます。遠心顔の人は目頭3分の1は目頭側に流してあげると球心顔が作れるので効果的です。下まつげは目尻だけ重ねていきます。上のまつげと同様に横長に見えるように横に流していきます。はい、それでは眉毛描いていきます。眉と眉の間を狭くすることによって知的なイメージになります。で、さらに眉を長くすることで大人っぽく見えるので長めに描いていきます。メイクはテーマを決めるといいです。知的にするって決めたら色味だったりチークの入れ方、リップの色味とかですね、全てのパーツを知的に合わせてあげるとバランスの整ったメイクになります。眉毛とチークのイメージ操作のやり方が下の概要欄にあるので飛んでみてください。眉頭は最後パウダーを使って描いていくので、眉頭以外のところ足りないところを描き足していきます。眉は気持ち濃いめにして眉を強調したメイクにしてあげるとキリッとした印象で知的なイメージになります。そしたらルラソルのスタイリングアイゾンコンパクトを使って眉頭をメインに描き足していきます。淡い色から濃い色になるように色をのせていきます。眉毛は髪の毛と同じ色にしていきます。カーキに合う色味はベージュやブラウン、そしてオレンジがとっても合います。オレンジだとちょっと夏っぽくなってしまうので秋冬はベージュとかブラウンがおすすめです。で、カーキは不健康に見えがちでベージュとかブラウンを使うとより不健康に見えやすいので、もしベージュとかブラウンを使う場合は色付きのリップクリームやリッププランパーで先に血色を仕込んでおくことが大事です。はい、このように血色感を先に出しておいてからリップを重ねると不健康に見えにくくなります。カーキメイクに限らず血色が悪く見えがちな人はぜひ試してみてください。そしてチークも自然な血色感がプラスされる色味がおすすめです。チークは黒目よりも外側の位置でふんわりと入れていきます。黒目よりも外側に入れることで大人っぽい印象になります。はい、こんな感じに仕上がりました。以上がカーキカラーをする時のポイントを押さえたメイクでした。マキアージュ以外にも他のメーカーからたくさんカーキカラー出ていますので、よかったら皆様もカーキメイクをして秋を楽しみましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございます。
何か少しでも参考になれば、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。